夏のテラス席のランチ動画はもう無理かもしれません。もうやめます。今日で本当に解散です、はい、今日でラストランチ、うん、本当に解散します。解散は絶対にしません。何が何でもあと5年は口臭そう。俺口臭さないよ。まマジでやめて。あやちゃんのその口臭いネタ飽きました。じゃあだから軽く本当に口臭いことを話した軽くね。もういつものことだから、臭いことは。はい、ということで今日は渋谷ランチです。せーはい、うるさい。ホットなニュースからいい。俺人生の目標が決まりました。なんか最近仕事の目標とかがちょっと見失ってたの、うん、なんかなーって思ったの、うん、まあこのそうなんかなーの言い方気持ち。何なんかなーって別に普通にしてなんかなーって言われて、なんかなーって言われて感情込めてみんな分かりやすいでしょなんかなーって感じだったんですよ。だけどガチうざ。最近絶対に会いたい人ができました。ね、誰。俺この人と会うまでは頑張る、うん、何かで絶対に会う。誰。芳根京子さん。誰。もう絶対に分かる。俺が最近ホント可愛いって言ってた女優本田恭也。本田恭也じゃない本田男やな俺芳根京子。見せて。深キャンってこと。ああ、うんうん、好きなんだ。めっちゃくちゃ好き。え、タイプじゃないじゃん。めっちゃタイプになった。なんで何で。ドラマで真犯人フラグとか。ああ、結構前じゃない。結構前にもう好きになったの、うん、でそこからインスタフォローしてたの、うん、でも次の作品が出てなかったから、うん、まあ追えないなみたいな、うん、思ってたら最近オールドルーキーっていう、うん、綾野剛主演のやつにまた出てる、うん、でそれでオールドルーキー見て、うん、やっぱ芳根京子めちゃくちゃ可愛くて、うん、この人と会うまで俺はもう頑張るって決めた、うん、あ、じゃあもう一生頑張るんだ。そう、会えないから。会えるよ。でもこの人のインスタとかを見てたの、うん、この人の友達が TGC 出てる、うん、だから芳根京子さんも TGC に出る可能性があるの、うん、あるじゃんこういう女優さんって、うん、だからやっぱ TGC とかガールズアワードとか、うん、そういう大きいファッションショーで会いたいと思ってる。だから頑張る。この動画見てるみんなも芳根京子さんにメンションたくさんしてください。何歳の僕の1個目です。え、若っ。若くない。ちょっと芳根京子さんのプロフィール出していい。めっちゃ大物だと思ってた。年齢的にもいい感じにも、うん、うんうんうん、そうでしょ。全然若いんだ。芳根京子さん出身東京、身長159センチ、うん、1997年2月28日。俺1998年1月だから、うん、ちょうど1個目、うん、性別は。性別はどっちだ。出てない。性別は出てないけど多分女の子かな。うん、女性です。女性だと思う。まだ分かんないね、その確定はしてません。もういろんなの出てるよ。なんかのドラマ見るたびに出てる気がする。第42回新人俳優賞も取ってます。日本アカデミー賞。完璧です。なんか趣味とか載ってないのかな。好きなこととか。キモそうだね。だから今この人に会えるために頑張ってる。いやいや、会いたい人誰だろう。でもやっぱ会いたい人って絶対に会えなそうなジャンルの人というか。いる。誰。私が芸能界に入ったきっかけの人、うん、待って言わないで。分かりました。誰。完全に分かった。ちょっと名前言わないで、うん、ポケなんだよ。ポケなんだよ確か。ポポチーポポチーポポチーポポ正解。チーポポちゃん。え、チーポポにまだ会えてないの。いや、イベントとか行ったことあるんだけど、うん、お仕事とかで一緒になったこととか、うん、まだなってないの。ないの。なりたいね。なりたい。あのチーポポめっちゃ可愛いから。小6ぐらいからずっとファン。そう、それは知ってたわ。だってあやがそのチェキ会とかに行ってたの。そうそう。チーポポちゃんの。そう。ミスコンの MC みたいな。その子じゃない。チーポポちゃんでも昔 の初代。初代ぐらいに出てた。うんうんうん、そうやね、うん。チーポポ。そう、あやがね昔からチーポポ好きだから知ってたわ。でも仕事とかではいそうじゃん、その。いそう。T サテル TGC の。え、待って、雑誌の撮影とかでもないし、うん、韓国の YG の事務所に入ったの、うん、あ、そうなんだ。 そっちなんだ。そう、うん、だからもうほんと韓国寄り、うん、だからもうどんどん遠くなっていっちゃう。え、そうなんだ。チーポポ、ね、一生憧れ。え、チーポポは今いくつぐらい。順平の1個上とか。調べます。チーポポちゃんがだって高校生ぐらいの時からずっと応援してるからね。チーポポが高校生の時はいくつだったの。中学生とか。チーポポは俺の1個上でしょ。うん、だから4個上だから、あやが中学生の時にチーポポちゃんが高3とか高2とか、はい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 、高3ぐらいだったから。出身地東京なんだね、チーポポも。もう可愛いのよ。めっちゃ可愛い。しかもチーポポちゃんってね、整形疑われやすいの、うん、可愛すぎて、うん、何も昔から変わんないのね。え、本当にこれはもうあやから見てもノーなの。もう間違いない。もうだって昔からもうこれだもん。絶対に。絶対にですって。だからもう悔しいのよ、うん、なんか言われたりすんの、うん、そう。でもチーポポちゃんってさ、唇とかちょっと入れてるよねみたいな。あー、入れてそうな唇でしょ。うん、
何も入れてない。これは言える。これで入れてたら恥ずかしくない？お前けどまあそれぐらいもう顔変わってないでしょ昔から。本当に昔から女神。でも確かにこういう写真なんかも韓国系だもんね。でしょ、うん、本当にね可愛いんだよね。もうずっと憧れ一生の。え、チーポポちゃんはや相互じゃないんだ。そんなもんね、どうでもいいの。むしろ近くなりすぎるとさ、うん、おこがましいじゃん。あ、まあね。だし会えたら会えたで、うん、おこがましいじゃ謙虚ですね、はい、その心を絶対忘れないでください、はい、え、じゃあ目標の人なの、それとも憧れの人なの？憧れ。憧れか、うん、目標の人って今いいのかや。いろんなその YouTuber の方とかさ、うん、いろんなプロデュース商品成功してる人がいっぱいいるわけじゃん、うん、こうなれたらいいなっていう。めっちゃ大人でもいいのよ。あー、それこそ渡辺直美さんとか、うんうん、ニューヨークで、うんうんうん、一人暮らしでもう生活してるから、うん、あれも憧れてる系じゃん、うんうん、お前が海外で住んでるとか。憧れとかはいないかな。尊敬とかはいるけど、うん、こうなりたいはないんだあんまり。こうなりたいとか、まあ、人生どうなるか分かんないじゃん。ちょありがとうございます。21がなんか深そうなこと言ってますけど、うん、でも俺もね憧れってのがないんだよね、うん、俺は俺でありたいんだよ、ね、ジャンル的に俺っていうジャンルが作りたい。中町 JP みたいなやつって他いないよねってなりたい、うん。